氷川門から抜けて兼六園行きましょう。矢倉から見たところがそこですかね。こっちの道路挟んで右が金沢城、左が兼六園ですね。県の跡みたいですね。道路なんだと思いますけど、電池を交換して県の跡に見学していきます。それより上から流れてくるというか、こういうので下に流れていくような構造になってます。まあいいです、涼しげで下は。さらさらと流れていて、涼しげな感じです。すごい、みんなもこれですかね、上がれるのかな。サザレ山確かに螺旋状に道が作ってあって上がれるみたいですね。ここがあれですかね、鏡ですか。スタッフでした。
まとめるということなんですね。飾れない売れるがままに撮影をします。あ、ここもいいですね。ここは木佐大池なんだかな。銅山型の池だったような、書いてあったような気がします。水もすごい綺麗ですね。ご覧のように割れてしまったので取り替えたようです。カスタードをください。カスタードをごめんなさい、ちょっと今準備中です。あ、そうですか、はい、他は何があったらですか。カスタード以外何でもできます。あ、じゃあチョコをください。チョコで、はい、アイスクリームですけどよかったです。あ、はい、ありがとうございます。450円になります。そこで食べてても大丈夫。あ、どうぞ食べててください。はい、はい、500円からです。焼きたてメロンパンアイスです。メロンパンは熱々です。チョコレートは見て、チョコレートアイスカチカチですので食べてみてください。うん、熱さと冷たさのコントラストなんです。
バンカレーは3時回ったぐらいです。早いですが、もう雨も降ってるので今日はもう上がります。金沢駅に向かいます。高二坊のバス停から乗っていきます。バスするかも。